目の前で目の前痛いよ、ほらそれそれそれ、うわ目の前か、くっそサメに野郎というわけで、これサメに食われて頭だけになっちゃったんですけども、悔しいのでね、寝ます。これというわけで持って帰ってきました。クーラーボックスはシマノのスペーザーホイール60リッターです。結構大きいですよ。ドドーンとヒレが邪魔なのでね、落としていきます。これアマゾンで1000円くらいで買ったアイスパイマンっていう替え刃式のノコギリです。で、いつもは捨てちゃう頭なんですけど、これ実はものすごく美味しい部分があってですね、どこだと思いますか？蓋をするとお腹の部分より美味しいかもしれないのでね、さばいていきますので、一体美味しい部分はどこなのか予想してみてくださいね。あ、題名が題名でした。これ心臓です。胃袋なんかと一緒に佃煮にすると美味しいんですけど、釣ってすぐ動いてる心臓をそのまま生で食べちゃう人もいますよね。足はリーム。胃袋と肝臓です。で、肝臓もね、美味しいんですけども、マグロって食物連鎖の頂点に近いところにいる魚なので、肝臓はね、水銀がちょっと多めらしいので、食べ過ぎは良くないんですけれども、でもね、肝臓って煮ても美味しいですし、塩茹でにしてポン酢に和えるとかですね、結構美味しく食べれる部位ですよね。ちなみに、胃袋の中を確認してみると、オキアミが数粒入っているだけで、あとは空っぽですね。おっと、今日はお料理番組なので、釣り考察はまた今度。せっかくなので釜も取っていきましょう。これ居酒屋で注文したら釜だけで1000円くらいすると思うんですけどね。うっほっほ、2個取れました。一旦まな板をきれいにしまして、さあ本題の目玉に参りましょう。あ、ほんとこういうの苦手な方はグロ注意ですのでね、ご注意ください。包丁で目玉をぐるっとえぐっていきます。そうすると奥の方にね、まだ白っぽいゼラチン質の塊があるので、これを全部ほじっていきましょう。そうです、マグロの目玉といえばオメガ3脂肪酸、その DHA と EPA が豊富なことで知られていますよね。特に DHA は脳の発達に欠かせないと言いますし、筋活動、血液凝固、消化、生殖能力、細胞の分裂及び成長など多くの身体機能にとって重要だそうでございますよ。あ、せっかくなので頬肉も取っていきますね。てってれー、取れました。あと適当に頭の中をほじって、取れる肉を目玉と一緒に使っていきます。鶏のお刺身も確保。さあ目玉焼きの時間がやってまいりました。実はこれいろんな方法があって、オーブンで焼いてもいいですし、直火で焼いてももちろんいいんですけど、今回はアルミホイルを使って蒸し焼きにしてみたいと思います。で、アルミホイルとフライパンの間に水を適当に 100cc くらいですね、注ぎます。そしたらマグロの目玉と肉を適当にアルミホイルの上に並べていきましょう。オリーブオイルをぐるー、ブラックペッパーからのホワイトペッパー、そしてクレイジーソルト、これはお好みの塩を使ってくださいね。臭み消しにオールスパイスを振りかけましょう。これも好みのハーブがあればって感じです。ニンニクをスライスして、最後に醤油をちょちょっと、そうしたら火をつけて蓋をします。で、湯気が出てきたら少し火を弱めて弱火でコトコト20分。早っ、お利口さんに待ってるの。じゃじゃーん、目玉焼き。もはや説明はいらないでしょう。これぞ目玉とお肉の絶妙なハーモニー。美味しい。いや、これマジうまいから。あ、そうそう、余談ですけど、釜焼きってシンプルに塩一つで味が決まるところあるじゃないですか。それでですね、今回はこの沖縄産のヌチマース使ってみたんですけども、この塩甘いんですよ。味はしっかりあるのに辛くないんですね。なので少し多めに振って焼くだけで旨味だけが濃厚になるというか、これ結構美味しかったので、機会があったらぜひ試してみてくださいね。うめ、これ